熱中症対策として水分を補給する量が増える季節です。ただ誤った水分補給法を実践していると、女性であれば誰しもが避けたい水太りを起こしてしまう可能性があります。そもそも水太りとはむくみと同じで、水分が不足し脱水状態が続くと、細胞の中の水分がスムーズに排出されず、細胞自体が膨張してしまうため、全体的に太って見えやすくなることです。実際に体重が増えることではありません。なので水太りしたくないからと水を飲むのを控えることはやめましょう。むしろ水分不足が原因で循環がうまくいかないようになり、太りやすい体質になってしまうこともあるのだそうです。むくみが気になる場合は水の飲み方を見直してみてください。例えば喉の渇きに任せて一気に飲んでも全部は体内に吸収されず、胃腸に負担をかける可能性がありますので、1日あたり 1.5 リットルを目安に、時間をかけながらこまめに水分補給するよう心がけましょう。